わりふわりあの子のこと思ったりふわりふわりこの地の平和を思ったり国境というものが厳然としてあるということは人は国ごとにグルーピングされるということ日本人中国人韓国人ふわりふわりあの子のこと思ったりふわりふわりこの地の平和を思ったりふわりふわり明日は知れぬと思ったりふわりふわりやるべきことはと思ったりそして戦争も国単位で起こるいつの日か世界は一つになれるという理想を高く掲げつつ現実は現実として対応せざるを得ないふわりふわり明日は知れぬと思ったりふわりふわりやるべきことはと思ったりどうかどうかと夢を見る頼みます頼みますと夢を見る国境のなくなる日戦争のなくなる日原発なくなる日そして拉致被害者がついにふるさとに帰ってくる日田舎の片隅で今日も祈ってもそうふわりふわりあの子のこと思ったりふわりふわりこの地の平和を思ったり